はい、はい、こんにちは。パラエスラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そして今日はここあ、こんにちは、ホットステーションの井出です。怒涛の先週の木曜日からあの1週間が経ちました。またそれに皆様もいかがお過ごしでしょうか一応ですね、あの日に、まあ、これを持ってきたんですよ。もう配ろうと思って、そうそう、11日あのこういうやつ これが18日になります。はい、1週間ずれますから。で今日ちょっと作りに行ったけど、ちょっともう寄ればよかったけど、さすがにきつくて朝からずっと、だからもうちょっと夜暇がなくて、もうこっちに来ました。だから鳥取ではこう今日見せられたんですけどね、ちょっとあの土曜日に宇佐に持っていかなきゃいけない、このほら宇佐も中継ぎになるじゃないですか、はい、それでちょっとそっちのチラシもちょっと作ってたんで、あ、なるほど、はい、ちょっとなんかだからそっち、そういう作り物が今ちょっとこう集中してて、バラバラバラ、できればまたバーッとねできるんですけど、はい、まあ、そういう感じで、あのすごい忙しそうですね。はい、忙しいですね。忙しいです。忙しそうですね。まあ、何よりっていうことですね朝昼晩働いております。すごいですね、もう寝る間がないですね。いや寝てます、寝てますけど、あ、いいですね、羨ましいですね。あ、寝てます、こーってもう6時間こーって、あ、6時間寝れればいいと思います。はい、6時間かって寝てます。はい、これは何ですか、今日は。あ、今日はあの井出さんに、町長は今日いないっていうことなんで、ちょっとバタバタした、はい、これがあの実を言うと牛すじカレーなんですけど、これ実を言うとこれあの合宿所 の夕食結構これが出るんですよ。定番メニューでやるんですね。はい、結構 80% ぐらいは最初やっぱみんないっぱい食べるからでしょ。そうなんです、カレーライスで、はい、カレーライスが一番喜ばれるんですよ、うん、本当に、うん、これはもう牛すじカレーでちゃんとこだわって牛すじをちゃんとあの圧力鍋で、うん、柔らかくして、うん、さらに鶏ガラをスープに入れてきちんと煮込んでおります。これでサラダがあればね、はい、最高ですね。そんな感じでちょっと私もちょっとバタバタはしてるんですけど、はい、なんとか頑張っております。はい、あのカレーライスとライスカレーどう違うと思います。あ、それ分からんす、分からない、分からん。昔ライスカレーとも言ってましたよね。うん、なんかライスカレーって言う、逆なのかな、カレーが下でライスが上だから。そんな変な話でしょこれ、逆でしょ。いや、なんかそういうそれのあれわかんない、ね、カレーライスっていうほら歌もあったじゃないですか。そう、中西さんがいたら歌ってほしいぐらいですね。うん、カレーライスっていう歌ありましたね。ありましたね。ライスカレーは何やろうね、うん、何が違うんだろうね。そう、林ライスとかネットで見たい人見たらよろしくお願いします。どんなカレーライスか、 もちろんこの好きなカレーライスを作ってると思うんですけど、はい、もちろんはい、でもあの野菜たっぷりのやつもあれば、そう、こう牛すじと玉ねぎを炒めて、うん、ちゃんと煮込んで、それでさらに、何ですか、あのカレールー、いわゆるバーモントカレーとかそんなの使わずに、うん、カレー粉、カレー粉なんですね。粉でちゃんと、昔はねチョコレートみたいなね、なんかそうそうそう、こう入れてね、ドブって入れてこうしてましたもんね。そうか、リンゴと蜂蜜も入ってますか。リンゴと蜂蜜じゃなくてがちょっと入ってないかもしれないですね。うん、入江さんの下は何でしたっけ。下の名前豊脇です。豊脇感激って言ってください何かと思ったんですよ。何かと思ったんですよ。まあまあそういう感じです、ね、最近 の、 あのスパイスカレー、この、はい、このドロドロというかこうトロトロのカレーというと、あとサラサラのカレーとかあります、はい、あります。最近ココイチとかもねスパイスカレーとか作って結構美味しいんですけど、今度はじゃあ100種類のスパイスを使ったスパイスカレーを作りますか。グリーンカレーとか、グリーンカレーでしょ、ブルーカレーとかレッドカレーとか。ブルーカレーって何ですか。ブルーカレーって、うん、レッドカレーなんとか分かるけど、うん、香辛料たっぷりで、香辛料、はい、まあ本当、まあちょっと3月おかげさんで今からがものすごい忙しい、今からまだバタバタでしょうね。もう毎日がもうイベント、春休み、そう、うん、本当に毎日ですね。で、MA料理コンテストも出るしですね。そうか、これもう20、もう週、来週じゃないですか。まあ全然大丈夫ですか。大丈夫かなと思う。チャンピオン8割ぐらいの大体できてるんですけど、はい、あと2割がどうしてもちょっと出てこない、はい、あの案がちょっと浮かんでこないというか、なんかまさにカレーですよ。カレーでいきます、カレーでエミューカレー丼ぶりみたいな。でもこのカレーブームですよね。セブンイレブンでもカレーフェアしたり、うん、カレーパンがあったり。ただ本当に冗談の時でこれに、あのなんとこれみんな何ですかってカレーライスって言うんですよ、ね、やっぱカレーでいいよって、うん、
カレーに唐揚げとかね、カレーにトンカツとかね、何にでも合いますからね。大事なんですね。特に合宿はやっぱ多いですね。でカレーの頻度多いですね。でそれとやっぱ僕のお得意のレンコンハンバーグとか、ね、あ、ハンバーグともまたいいですね。そうなんです、うん、そういう感じで美味しそうですね。させていただいて、もちろんねエミューカレーもありますから、はい、ぜひあのホットステーション来たらね。ただあの5、6人だったら私エミュー野菜炒めしますよ。あ、5、6人でエミュー炒めなんですか、うん、やっぱ20人がこの間した時ちょっときつかった、ね、きつかったですか、エミューは。まあまあやり方も大体できるんですけど、はい、ただ、うん、やっぱこうエミュー、最近エミューが少しずつですけどやっぱこう、うん、伸びてます。あの注文が多くなってます。そう本当にもう中健一さん亡き今、ああそうか、入江健一さんが入江健一じゃないけど中華の達人で、いやエミューをバーッと野菜炒めしてください。はい、本当、うん、冗談で結構あのエミューカツ丼じゃエミュー野菜じゃん、うん、頻繁に出ることになってますね。前は長所だけやったんですよ。あ、いやいや、あの6月はね、あのまたあのお弁当お願いしたいので。あ、ありがとうございます。別にね、このエミューカレーでもカレーのあれでもレンコンハンバーグとかもいいかもしれないですね。まあ、本当に井出さん多分大丈夫かも。僕はもうちょっとありがとうございます。練習後にいただきますので、はい、はい、ということで、まあこんな感じでちょっと忙しいんですけど、はい、なんとか頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ただ来週ですね。あ、来週またやってきます。はい、お願いします。さよなら。さよなら。